こんばんは。ラーメン大好きガーソーさん、ガーソーです。この番組は福岡の詳しすぎるラーメン解説者である私ガーソーが福岡および近郊のラーメン屋さんを回って、そのラーメン屋さんの詳しい内容をですね、ラーメン好きな方々へお伝えしていくという YouTube 番組です。同名のラーメン大好きガーソーさんという名前のブログも運営しておりまして、文章で読まれたい方は概要欄の方にですね、リンクを貼っておりますので、そちらも合わせてお楽しみください。さて、今回はですね、福津市にあるラーメン楽亭、こちらに伺ってまいりました。楽亭さんは昔から、かなり昔から宿題にしていたお店なんですけれども、なかなか福岡市から福津市って、それぐらいに距離がやっぱりあるんで、なかなか今まで伺えてなかったんですけれども、もう21年目ですね、入ってらっしゃる老舗のお店なんですけれども、とにかくいろんな、その元祖をお持ちの素晴らしいお店なんですね。福岡のラーメンを語る上で欠かせないぐらいのお店なんですけれども、なんせそのなかなか今まで行けてなかったんでですね、いつか行きたいと思っていたところに、今回、今年の10月26日になんとリニューアルオープンされまして、もう店内もバリッと新しくなって、でもメニューは変わらず、ということで伺ってまいりまして、お店の綺麗になった様子、プラスですね、楽亭さんのラーメン、およびサイドメニュー、それらをいただいてまいりましたので、それを写真と動画で解説させていただいた上でですね、その楽亭さんの20年の歴史、初代の大将から現在3代目の大将で営業してらっしゃる、その歴史をですね、ちょっとより詳しく後半語らせていただきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。では、どうぞ。ラーメン楽亭は福岡県福津市中央5丁目 29-2 にあります。営業時間は月曜から土曜日が11時から22時、日祝が11時から21時までで、定休日が年始のみとなっております。こちら県道69号線沿いにありまして、隣にセブンイレブンがあって、なかなか生活道路として交通量が多いんですけれども、そちらの方に駐車場が、こちら敷地に8台ほどあってですね。で、こちらリニューアルされたお店になります。すごい綺麗になっていて、なおアプリもですね、公式のアプリも、用意されているということで貼ってありました。ちなみにPayPayなんかでのお支払いもですることができるようになっております。店内はリニューアルオープンということで、すごく綺麗になっていて、入ってすぐカウンターが4席まずあるんですね。で、右手奥の方に4人のテーブルがあって、そして左手側の方にはブース席が2つ。こちらも4人掛けが2つっていうことなんですね。で、店内は厨房の方も非常に真新しくなっていて、そして入ってすぐ入り口側左の方には冷水機の方が、星崎さんの方が置いてあります。で、カウンターの様子はこんな感じで、各席にティッシュが置いてあるっていうのは個人的にポイントが高いですね。卓上には紅生姜、黒高菜、胡椒、ごま、替え玉のタレ、餃子のタレ、ラー油が置いてあります。そしてラーメンが基本6種類ありまして、でさらにいろいろトッピングメニューもあってのお得なセットメニューがあるんですね。そして餃子やチャーハンや、キムチなんかのサイドメニュープラスに、お疲れセットとか夜の居酒屋メニューもあります。今回はまず初めてなんで、昔系あっさりラーメンというのと、あと A セット、餃子と半チャーハンっていうのを頼ませていただきました。かなりボリューミーなセットになっておりますよね。で、このラーメンなんですけれども、非常にまろやかな、ちょっとライトが映り込んじゃってますけど、まろやかな豚骨スープで、一応ちゃんと乳化してるんですけれども、濃度はそんなに高くなくて、割とあっさりしてる感じなんですね。ちゃんと豚骨の香りもするんですけれども、非常にラーメンのスープとしては優しい感じの味わいで、確かにこうあっさりだなと。綺麗に乳化しているけど、しっかり旨味もあるけれども、非常に口当たり自体が柔らかくて、ブリックスで言うと多分4から5ぐらいなんですよね。で、このスープを綺麗に吸っているこの麺もまた美味しいんですけれども、とにかくこのスープの角がなくて、非常に柔らかい口当たり。でも塩味はちゃんとあるんですね。だから、本当にごくごくとスープも飲むこともできるけれどもっていうところで、そしてこのタカラフーズさん金星の26番の気持ち太いこの麺がよくスープを吸ってて、チャーシューもすごい柔らかくて癖がなくて、ラーメンにすごく合っています。
キクラゲはもうコリコリしていて、まあこちらもいい食感アクセントになっていますね。それらを楽しみながら合間にチャーハンもいただいていきます。このチャーハンがものすごくパラッパラなんですけれども、不思議と脂っ気がほとんどなくて、味付けも優しくてですね、ほんとお子さんでもパクパク食べれちゃうような、そういうタイプのチャーハン。そしてこの餃子がですね、二つ折りにした感じの、カリッと焼いた中で、この上に見えてるのが味噌だれなんですけど、ちょっと辛味噌、ピリ辛の辛味噌で、これがまた美味しいんですよ。普通の餃子のタレもありますけど、この味噌うまいですね。で、卓上には紅生姜とその元祖激辛黒高菜っていうのがあって、この元祖激辛黒高菜っていうのを改めてちょっと解説させていただくと、唐辛子を大量に入れて、それをまた焦がしてるんですね。だから、すごく真っ黒なんですけれども、食べたらすごい香ばしさと旨味が来るっていう。これがラーメンにものすごく合っていて、ご飯にも合うということで、一気に最後まで完食させていただきました。ちなみに合間で、居酒屋メニュー、炙りネギ玉マヨネーズというのをちょっと一緒に行った方が頼まれてたんで、これ写真だけ撮らせていただいたんですけれども、これもめっちゃうまそうじゃないですか。これとビールでガンガンお連れさんは飲んでましたね。で、私は2杯目ということで、基本の楽亭ラーメンというのを頼ませていただきました。これ煮卵トッピングしてます。で、この楽亭ラーメンというのは、同じ豚骨スープなんですけれども、ちょっと継ぎ方とかを変えて、あと、タレが違うんでですね、ニンニクがやや効いていて、そして塩味と、あとこってり感が少し足されてる感じなんですね。そんなに、これもブリックスとしてはおそらく5ぐらいで、めちゃくちゃ濃いとかじゃないんですけれども、あっさりと比べると、ものすごくパンチがやっぱり上がっていて、すごい食べ応えが出てるんですね。で、やっぱこうニンニクとこの油の感じっていうのが加わるだけで、こんなに大きく変化するんだなっていうのがすごいよくわかる。でも、あっさりと一緒で口当たりは柔らかいんですよ。で、麺は同じ26番という麺を使われていて、これが若干茹で伸びが早いんで、型とかの方が美味しいのかもしれません。で、チャーシューの方も、俺も同じなんですけれども、柔らかくて臭みがない。で、キクラゲの方も、いいアクセントになっていて、とにかく全体的にですね、パンチが出てるっていうのが、で、あとこの半熟の具合が素晴らしい味玉さんも素晴らしく美味しかったですね。で、あんまり美味しかったんで、こちらで替え玉をお願いしました。こちら麺が普通と細麺と唐辛子麺であって、まず細麺の方をちょっと今回頼んでみたんですけど、これ28番っていう細さなんですね。本当にいわゆる極細麺。で、それをすぐに膜が張ってしまうようなこの炊き込まれたスープに投入してですね。で、こちらの細麺を食べていくんですけど、この細麺がコシがめっちゃあって、これ普通で頼んだんですけど、肩だとちょっと硬すぎるかもしれない。普通だったらちょうどいいかなぐらいの自分は感覚でしたね。あんまりにも美味しかったんで、それを完食した後に、今度は味噌豚骨ラーメンを注文させていただきました。はい、こちらが味噌豚骨ラーメンですね。これ豚骨スープに、ちょっと酸味がある感じの味噌を合わせてあるっていう。で、やっぱ味噌が結構生きてるんですが、豚骨も負けてなくて、その異様者がいい感じでせめぎ合ってるという一杯だったんですね。で、だから味噌もちゃんとある、生きているので、やっぱり辛味がこれに対して合うなということで、ちょっと辛子高菜も合わせてみたんですけど、その黒辛子高菜の香ばしさがこの味噌スープにめっちゃ合うなと。すごい美味しかったですね。ご飯にもこれいけるなっていう感じで。で、麺は、これはもう26番の普通の楽亭ラーメンと同じ麺なんですけど、これもよく味噌ラーメンで、合ってましたね。で、もやしとかのアクセントも、これ、具の中で言うともやしが追加されてるのが美味しかったです。で、替え玉で今度は唐辛子麺を、やっぱ辛いのが合うだろうということで頼みました。こちらが唐辛子麺。タカラフーズさんがもう初めて福岡で売り出したという商品なんですけれども、これは今回ちょっとやわで頼んでみたんですね。そうするとかなりしっかり茹でられてコシが出ていて、スープの持ち上げがめちゃくちゃ良くて、で、やっぱピリ辛なんで、本当に味噌豚骨のスープと合うんですよ。いや、どれもこれもめっちゃ美味しくて、いや、ちょっと語りきれないんですけど、後半語らせていただきます。そして、おまけとしまして、カウンター入ってすぐ正面の入り口に、こちら初代の大将浅野浩一さんの写真が貼ってあります。もうそう、こういう絆を大事にされてるなっていうのが伝わっていいですね。で、あと、同じように来店された方のサインが
壁には貼ってありました。はい、いかがだったでしょうか。いや、本当にごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。まずですね、動画の中で、全然語りきれなかったんで、ちょっと補足的に、楽天さんの商品の説明を改めてさせていただきたいんですけれども、まず楽天さんの基本の豚骨スープっていうのは、奥のですね、見えない方に、スープ小屋みたいなのがあってですね、ちょっとそれも見学させていただいたんですけれども、まあ、巨大な釜がまあ2基ありまして、まあそちらでしっかりと、まず豚骨を炊き込まれていて、その豚骨というのは頭の骨と原骨、こちらの2つの骨を使って炊いてらっしゃるんですね。まあほぼ、比率としては半々ぐらいじゃないかなと思うんですけれども、でも、長時間しっかり炊いているんですけれども、濃度を上げすぎないように、でも旨味はしっかり出すようにっていう、そういう炊き方をされているので、スープとしては割とあっさりなんですよ。でも、動画の中でもちょっと今、替え玉の際、シーンの時に、表面に膜が張ってるっていう写真が出たと思うんですけれども、本当に一瞬で膜を張るぐらいに、これって、よく、しっかり炊き込まれたスープにはよく起こる現象で、表面がすぐに固まってしまうっていう、それぐらいコラーゲンとかがしっかり溶け出しているっていう、そういう現象が起きているスープなんですね。でも、ブリックスとしては5ぐらい。これ、どれぐらい薄いかって、まあ、薄いってわけじゃないんですけど、濃度計で測った時の数値としてはこれぐらいで、博多ラーメンって大体、まあ、6前後がベースとして多いんですね。で、いわゆる濃厚なスープって言われるのはもう7、8、9ぐらい。もう、めちゃくちゃ濃厚なやつはそれ以上っていう。まあ、例で言うと、一層さんとかも、例えば10前後あったりとか。まあ、時期によって11あるかもしれませんね。っていうぐらい濃いんですよ。だからそこと比較したら、まあ、5前後といえばだいぶあっさりしてる。まあ、あっさりっていう感覚がその人によって違いますけど、スープを飲んだ時にうまさはしっかり感じるんだけども、随分さらりと感じる。癖なく飲めてしまうみたいな感じなんですね。で、あっさりラーメンと、楽天ラーメンっていう、まあ、2つあるんですけど、これタレそのものがまず違っていて、あとスープの注ぎ方を変えることで、要は、油をちょっと入れる入れないとか、見た目からして、手法って言って油の泡が浮いてる浮いてないっていう違いがあったと思うんですけれども、これによって、ちょっとこってり感を与えたり、与えなかったりっていう、まあ、注ぎ分けをされてるね。これ結構技術がいることなんですけれども、そして、元だれも違うと。いうことで、その、ニンニクの風味をちょっと効かせることで、楽天ラーメンの差はパンチを与えていて、あっさりラーメンはその油っ気と、そのニンニクの風味がないことによって、もう本当に誰でも、まあ毎日でもスープごと飲めちゃうみたいなラーメンになってるんですね。まあこの2種類のラーメンに加えまして、さらに練りごまを使った濃厚担々麺っていうのもあってですね。これはちょっと今回いただかなかったんですけれども、これも大変評判で、練りごまが入っていることによって相当濃厚に感じる。いっぱいらしいんですね。これちょっとぜひ次回試してみたいなと思ってるんですけれども、そして今回動画の中でも食べた味噌豚骨ラーメンですね。これ本当に味噌もしっかり効いていて、味噌の主張が、まあ、豚骨とちょっとちょうど合致するというか、しっかり組み合っているというか、味噌も負けてないし豚骨もしっかりあるっていうタイプで、これがですね、ご飯にも合うし、麺もよく進むし、で、辛いものがめっちゃ合うスープというか、そう、そういうちょっと中毒性があるタイプで。いや、これも美味しかったですね。で、それ以外に、辛練りラーメンっていうのがあって、これは辛味噌をちょっと練り込んだスープに唐辛子麺を入れてあるというラーメンらしいんですけど、これのあっさりとまたこってりがあって、まあ、要は昔系あっさりラーメンと、楽天ラーメンのスープに、その辛練りの味噌と、お溶かしたのと、まあ、あと麺が唐辛子麺であるっていう。そういう組み合わせがあるんですけれども、だから基本のラーメンだけで要は、まあ、6種類あるわけじゃないですか。で、さっきも動画の中でちょっと言いましたけれども、ここ麺が3種類あるんですよ。普通麺と、まあ26番のちょっと気持ち太めの細麺と、28番っていうものすごく細い細麺と、そして唐辛子を練り込んだ唐辛子麺っていう、この3種類の麺があるんですね。だから、それを考えますと、例えば楽天ラーメンを、唐辛子麺でとか、あるいは普通麺で頼んで、細麺に替え玉して、唐辛子麺で替え玉してとか、まあ、あるいは最初からまあ細麺で頼んでとか、まあ、そうやっていろいろパターンを考えると、まあ、単純にですよ。
6種類のラーメンがあって3種類の麺があるんですから、18通りぐらいは楽しみ方があるっていうことになるんですよね。いやいや、そう考えるとですね、今回食べてない辛練り2種と、濃厚担々麺、これも、食べたいですし、それ以外のちょっと組み合わせも試したいなっていうのを考えたら、もうほんと、これ制覇できるぞっていうぐらい楽しみ方がすごい色々ある。さらに別にトッピングとかもあるわけなんですね。それの変化もつけれるんで。いや、本当にラーメンだけでもすごい楽しませていただけるなぁと、非常に感心させられたなっていうところがあって。で、唐辛子麺の元祖っていう話をしましたが、これはあくまで福岡県内で唐辛子麺っていうのを販売した最初のお店っていう意味なんですね。で、その当時、それこそ20年ぐらい前、楽天さんがオープンされた当時から唐辛子麺っていうのがあるんですけれども、創業して半年後ぐらいに、それの販売がスタートしてるんですが、その当時で言うと、唐辛子練り込み麺は全国的にも本当に珍しくて、ただ広島の方で、半生麺みたいな形でですね、つけ麺とか、お好み焼きに入れる麺にちょっと練り込みを使ったりとか、店はその当時あったそうです。調べによると。それ以外にもちろん全国的には、そういう練り込み麺を使ってるところもあったんでしょうけれども、少なくとも福岡県下においては初という。で、これはなんで初だったかって言えば、唐辛子麺というものをそもそも製麺屋さんとしては作りたくない商品なんですよ。なぜかというと、製麺機のレーン、ラインっていうんですけどね、製造ラインがあって、その機械で唐辛子麺を作ったとしたら、それをきれいに掃除しないと次の麺が当然作れないんですね。色味も辛味もある商品も入れるわけですから、それが次の麺に入ってはいけないので、ものすごい徹底した洗浄しないと、そのラインが一個潰れてしまうわけですよ。だから、相当な数を作る、もしくは、作って専用レーンにしてしまう、でもしない限りは、でもそんな大手の会社さんがやるような製麺屋さんって当時、福岡にはほぼなかったので、だからそういうのを作りたいと言っても、麺屋さんの方が受けてくれないわけですよね。でも、この楽天の初代大将、浅野さんっていう方、すごい研究熱心な方で、だからこそ今の、この楽天さんのラーメン、いろんなバリエーションがあるんですけれども、何か他にない特徴を持たせたいっていうことでいろんな商品開発されてる。その中の一つにこの唐辛子麺があって。タカラフーズさんっていう製麺屋さんをと長いお付き合いされてるんですが、その時のその社長さんとですね、浅野さんがぜひ唐辛子麺をやろうっていう。これはもう本当に信頼関係から生まれた商品なんですよね。で、最初だからその楽天さんのためだけにこの唐辛子麺っていうのは作られてるんです。動画では言っちゃいますけど、前出しの駒屋さんとかですね。おそらくブログとか SNS で唐辛子練り込み麺が有名になったのは多分前出しの駒屋さんからではないかなと思うんですが、それ以前から、置いてあるところには置いてあったんですね。雑誌の熊野茂平寺さんであったり、佐賀の方にも宝富士さんが取引されてる麺屋さんってあって、ラーメン屋丸さんとか、あと、ノンブーさんだったかな、博多ラーメンノンブーさんとか。あと全国的にも宝富士さんが目を下ろしている中で唐辛子麺を扱ってらっしゃるところって結構あって、ただ、各店でそのネーミングが違うんですよ。いろいろあるんですけれども、要は同じものなんですね。で、この麺っていうのはなかなかその他の製麺屋さん売ってないだけにアドバンテージがあるというか、他にないものを扱えるっていうのは一つメリットだったんだろうなと思うんですけれども、実際食べてみると、豚骨スープに本当にこの一味というか、唐辛子の辛味が合うんですよ。どのラーメンと食べても多分美味しかったろうなと思っていて、次回ちょっとまた改めてそこの検証したいなと思っております。次に元祖激辛黒高菜。こちらについて語らせていただきたいと思いますけれど。こちら動画内でもちらっと言わせていただきましたが、大量の唐辛子を焦がすほどに炒めて香ばしさを出して、辛子高菜にしていると。そういう商品なんですね。で、これが、ものすごい香ばしさが立ってくる。匂いというか香りがですね、まず香ばしいんですよ。で、見た目はほんと真っ黒で、食べると、激辛って書いてあるから、ものすごい辛いのかなと思って、恐る恐る食べるんですけど、まずうまさが来ると。そっから香ばしさが来て、最後に辛味がじわっと来る。激辛じゃないじゃないとか思って食べてたら、これが後で結構辛い。唐辛子は相当入ってるんですよ。ところが、高温でこうやることによって焦がすじゃないですか。そうすると香ばしさは出るんですけど、辛味は抜けるんですね。だから、大量に唐辛子は入ってるんだけども、
後からしっかり辛くなるんだけれども食べやすい。これがご飯にも豚骨スープにもめちゃくちゃ合うんですよ。本当に他ではまず食べたことがないタイプの辛子高菜で、原価もめっちゃかかるだろうなと。だからお店の手間としても原価としてもすごいかかってるはずの商品で、それをこうやって卓上に無料で食べさせていただけるっていうのはありがたいなっていう。今回その辛いの苦手な私が結構これいただいちゃいましたもんね。本当にチャーハンとかにも合うんですよ。で次に餃子なんですけれども、楽天の餃子は味噌をつけて食べる食べ方ができる餃子なんですね。でも全国的に言うたらですね、この食べ方をする餃子もちろんあって、ただ20年前には少なくとも福岡全くそういう食べ方をする餃子はなかったと思うんですね。でここの餃子っていうのは二つ折りにしてあんを包んであって、その要は薄べったいわけなんです。でそれを表面カリッと焼くことによって食感がまずすごくいいんですね。カリッとしてて、でそこに対して普通の餃子のタレとかラー油ももちろん用意されて、それも美味しいんですが、そのちょっと豆板醤の風味というか、そのピリ辛な味噌のちょっと甘みもあってっていう味噌とつけて食べると、これがまた中毒性がある、ものすごいこう美味しい餃子になっておりまして、いやこの食べ方をまた提案した大将すごいな。工夫といえば今回一番驚いたのが、ラーメンを食べた時にものすごくそのまろやかなんですね。角がないというか、現在の三代目大将中村大将とお話してた時に、いやうちのラーメンのタレには野菜が少し入って、それを煮てスープみたいにして作ってますという話を聞いて、ものすごく驚いたんですね。そんな作り方をするラーメンのタレって聞いたことがなくて、基本的には、醤油と、ベース醤油ですよね。具外系が入ることもあったり、それに対してみりんとか砂糖とか入れて、塩味強めのタレっていうのを作るわけです。あくまでタレなんで、入れるとしてもですね、魚介系で言ったら昆布とか、その鰹節とか、煮干しとか、そういった魚介のもの、生ものが入ることって絶対に普通はないんですよ。それを入れたらそれスープじゃんっていう、タレじゃないじゃんって話になるわけで、日持ちも若干塩味がいくら強くても悪くなってくるし、だから高回転で使っていくと大量生産できなくて、あくまでこう、だから本当に手間がむちゃくちゃかかってるんですよ。結果ものすごく柔らかい仕上がりになっていて、いやこれ他で食べたことがないなっていう、目に仕上がってる。ものすごい本当に優しい味で、その商品今まで食べた動画の中の分の解説をある程度させていただきましたけれども、これからちょっと楽天の歴史について語らせていただきたいと思います。まず初代大将浅野浩一さんっていう方なんですけれども、三代目大将、先ほど私中村さんと紹介しましたが、お名前が違うじゃないかとなりますよね。二代目の大将は牧さんっていうことなんですね。でじゃあ三人名前が違うと、じゃあ血縁じゃなかったんですねっていう話なんですけど、そうなんですよ。ここ血縁で紡いだ店舗じゃないんですよ。初代の大将である浅野さんは本当に勉強熱心で、かつ人格者であったそうなんですね。お会いしたことはないんですけれども、もう会った方すべて浅野さんはいい人だったと、すごいお世話になったみたいなことを言われるんですよ。三代目大将の中村さんにしてからが、大将の息子のように可愛がっていただいてと、もうすごいいろいろお世話してもらってと。涙ぐみそうな表情で言われるぐらいに慕われてたと。そういう、初代の大将がまずいらっしゃったんですが、オープンしてからですね、5、6年経った頃に、浅野さんが癌にかかられてしまうんですね。入隊を繰り返すような感じで、たまにしか立てなくなってしまう状況に陥るんですよ。で、この時に、3代目の大将は、まだその時すごく若くて、勤めたんだけれども、割と短い期間で、すごくお世話になったんだけど、あくまでそのアルバイトとしてその時はおられたと。浅野さん大将にものすごくお世話になったからということで、それからもちょくちょく顔を出して交流はずっと続いていくんです。っていう中で入れ替わりで、先ほどの2代目の牧さんという方が、この牧さんという方もまた、浅野大将がそれこそすごく若い頃、ラーメン屋になられる前に、近くのガソリンスタンドでそれこそ働いてた時の部下っていうか、一緒に働いてた方らしくてですね。そういうつながりもあって、浅野大将を慕って、その二代目の牧さんという大将が働かれたみたいなんですね。それで、その牧大将は、浅野大将からすべての特定の、調理法とか、仕込みの仕方とか、いろんなことを全部学ばれて、た矢先に、
癌にかかられたということで、お店をこれ継続できないとなってしまうわけですね。で、浅野大将はご夫婦でお店をされていて、その、子供さんはいらっしゃらなかった。だから、子供がいないから、楽天は自分の子供みたいなもんやけんと。頑張って育てていきたいというのを常々言われていたそうなんですね。で、そのご意志があるからこそ、その奥様もなんとかお店続けていきたいと。でも、自分がラーメンを作れるわけじゃない。だから、マキさん、なんとか引き継いでくれんやろうか、みたいな。そこでそういう話があって、で、マキさんはマキさんで、おそらく、その、経営者とかになりたくないと。その、慕って、一緒にいたかったからそう働いてただけであって、一緒にいられないんだったらもう、全然続けたくないと。ぐらい思ってたみたいなんですけれども、これはちょっと伝聞なので、実際のところはわかりません。ただ、実際に作れる人がいないから、じゃあとりあえず、まあ、店長というか、大将としては、やりますと。じゃないとお店が回らないし、まあお店を守れないからと。その初代の大将のために二代目の大将は引き継いで、お店をそこから継続していくんですね。まあ、入隊を繰り返されてた大将が、残念ながら亡くなられてしまうんですよ。まあそれで亡くなられてもお店は頑張って守っていこうと続けられてたんですけれども、今度は奥様の方が、大将もいなくなってしまったし、自分も引退したいと。だから、マキさんは本当にお店ごと引き継いでくれないですかと。そういう話をされた時に、もう奥さんも辞めるならもう自分も辞めたいと。ずっと親交があった三代目中村大将がですね、の方に奥様が話をされるわけです。ぜひ店を継いでくれないだろう。当然中村大将も楽天っていう場所を守りたいと、いう思いがもともとあられたわけなんですね。それで、その話をいただかれた時に、わかりましたと。自分がじゃあ、三代目としてやりますと。で、入れ替わるかのようにその三代目の大将が入られて、二代目の大将は辞められるんですが、ここで三代目の大将はですね、楽天の味を全部引き継いでないわけなんですよ。なので、最初のうちはものすごい苦戦されるんですね。もうどうにもならないぐらいの時期にちょっと追い込まれたりするんですよ。そこで、フラッと、二代目の牧大将が来られて、自分教えますよ、従業員となって、みたいな。で、以前ちょっとね、立場が逆転するようなことになっちゃうから、まあ、やりづらくもあったんでしょうけれども、まあ、そこから2年ほどかけて、牧大将が、従業員として働きながら、3代目の中村さんに全てを教えるから。そうやって初代のお店を大事にしたいっていう気持ちと、初代を大事にしたいっていう、周りの方の気持ちのおかげで、人が連綿と続いて、楽天さんは今も営業してらっしゃるんですね。初代と変わらない味を頑張って守りつつ、そして今回リニューアルされた。そうやって続いたお店なんですよ。この話聞いた時、本当にちょっとグッときまして、後継者がいなくて潰れちゃう、名店っていっぱいあるんですよね。だから、それを誰かがその思いを残してあげたいっていうことで、汲み取って、つなぎ止めて、そしてそのお店が残って、そのラーメンを僕たち、ラーメン好きな者たちがいただけて、っていうこの流れがですね、本当にありがたいし、で、まあもちろん中村大将曰く、その、まあ奥さんと、マキさんと自分との関係は必ずしも円満ではなかったと。ぶつかることも多々あったと。それでも、初代を大事に思う気持ち、楽天を大事に思う気持ち、これがあったからみんなで紡げましたような話だったんで、もういや、ほんといい話だなと。もちろんその中村大将だけからの伝聞ですから、実際はわからないですよ。でも結果として今そうやって、初代の味を紡いで楽天さんが続いているっていう、この事実は皆様のその関わった皆さんのおかげでそうなってるんですよね。それは間違いない話で。いやだからそういうそのつながりというか絆の物語っていうのを聞かされちゃったもんで、あまりに感動してですね。だからすいません。味の説明をしますって言ってからのこの、えらい長尺動画になっちゃってますけれども、いつものように言うけれども。なので、ちょっと本当味だけでもですね、他にないのに、成り立ちからも、そうそうないっていう意味で、まあ、ちょっとぜひ行かれたことがない方は、この楽天さんにぜひ行ってみていただきたいなと、そのように思う次第です。では、今回の動画、いいねと思ってくださった方は、ぜひ、チャンネル登録及び高評価いただけますと、今後の励みになりますので、
よろしくお願いいたします。いやもう今回本当はすいません。思い入れが強すぎて動画も長いし、あとブログの方もものすごい長文になってるんですけれども、ぜひ見ていただいて、お店の方もぜひ行っていただければなと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。で、最後に、今回はちょっと私の動画では珍しいんですけれども、視聴者プレゼントじゃないんですけど、視聴者サービスというのを、中村大将の方とお話しさせていただいたときに、ぜひこの話をブログと、あと YouTube で、やらせてくださいと、お話をさせていただいたときに、YouTube の動画で、公開するのが、まあ、11月のおそらく初旬なんですけれども、で、その11月末までの、まあ、1ヶ月切ってるんですが、11月末までの期間限定で、ラーメン大好き川荘さんで楽天の動画を見ましたというのを言ってくださったお客様には、お好きなトッピングを一つ無料でサービスさせていただきますというのを三代目大将の中村さんが言ってくださいましたので、まあ、最後までこの動画を見ていただいた方はですね、ぜひ楽天に行かれたら、ラーメン大好き川荘さんで動画を見てきましたと一言言っていただければ、トッピングが無料でいただける。これトッピング一つ無料って何がすごいって、煮卵とかももちろんありますけれども、一番高いトッピングがチャーシュー200円。チャーシューサービスやばくないですか。いや、こんな替え玉とかのサービスとかあったらすごい盛り上がりそうですねなんて話してたら、トッピング 全種の中から1個ってチャーシュー入っちゃうんだけどいいんですかって何回も確認したんですけど、いや大丈夫ですとおっしゃっていただいたので、最後までこの動画を見ていただけました、ラーメン好きで、かつ楽天に行ける方、11月末に行ける方はぜひ、無料のトッピングをですね、せっかくの大将のご好意なので、まあ、受けていただければな、と、このように思っております。